九万九万は、琴平宮で知られる、香川県中田戸郡琴平町の九万、本湖石段屋で作られている和菓子。琴平愚産系の土産の代表格であり、また名物かまどなどと、並び香川県を代表する、土産菓子でもある。その名の通り、お給の形状をしており、万頭の頂上部が丸く盛り上がった、やや円錐型に近い形をしている。 経乱の黄身を使った案を使用している。石段屋は、元は1765年に、浅田役八として、琴平宮ら道の石段にの木を連ねた旗子であった。天保年間に、江戸の小金井小次郎という胸郭がこの旗子に泊まり、浅田屋の女中州に、当時浅田屋の名物として、知れ渡っていた、コンピラ球を据える要所もした。小金井は、非常に、 微男子だったため、球を据えるのに、女中集で取り合いになったという。結局球を据えることになった、ある女中が、特別柔らかい球を据えたため、小金井は、こいつは甘めえお球だとは言ったものの、非常にこの球が気に入ったらしく、以後、コンピラ球は、ますます評判を取ったという。浅田屋の六代目の主人が野豪を、石田屋とし、旗子より、茶店に商売街をする際、 この逸話に鳥を急の形をしたまんじゅうを創始したという。現在でも、石段や本店の建物は、ことひらぐう堂において最も古い建築の一つである。9万は2002年に、熊本市で開かれた第24回全国菓子、大博覧会において、最高賞である、名誉総裁賞を受賞している。また、高松市の栗林公園内の茶帝。 スカツキ邸でも、茶菓子として出されている。ちなみに株式会社コンピラ堂では、9万うどんとして、サヌキうどんの製造販売や、9万美術館という美術館の運営も行っている。ありがとうございます。